マグマンペイの後ほどサウナで。皆さん整ってますか？サウナ大好き芸人のマグマンペイです。私はですね、今日は佐賀県は武雄市にお邪魔しております。実はですね、今行われている九州サウナオールスター感謝祭というですね、サウナイベントにお邪魔しております。このイベント、九州のですね、温浴施設の皆さんが少しずつ少しずつ集まって九州のサウナシーンを盛り上げようという、サウナイベントの第1回目でございます。今回のこの、九州サウナオールスター感謝祭、はい、どういったイベントなんですか？九州沖縄のサウナスパ協会のイベントという形でやらせてもらってるんで、それぞれのお店のことも知ってもらいたいし、サウナの気持ちよさももっと知ってもらいたいし、せっかくならいろんなもの詰め込んじゃおうと、という企画で、なんか大人の文化祭なノリですね。あ、いいですね。あ、ここだ。これですね。長崎県産オーガニックネロリウォーター。アロマの世界では有名なネロリ。1年に2週間ほどしか咲かない天然の精神安定剤や美容効果が高いと言われ。あ、化粧水に使われたりしてるんですね。すごい。今入ってんのかな？誰か入ってますか？入ってない。ちょっといいですか？ちょっとネロリロウリュ行ってきます。あ、すごい、これいい、僕好きかも。これめちゃくちゃいい香りしますね。あのラベンダーとかと また全然違いますね。すごい華やかで、でもね、落ち着いた香りですよ。あ、めっちゃいい香り。あー、ネロリー。さあ、ちょっとなんかオレンジ色のこのテント、ちょっと大きめですね。ここは何のテントサウナになるんですか？代表は別にいらっしゃるんですけど、九州とサウナっていう、九州のサウナを、マガジンで、ウェブのマガジンでお届けする人たちで、本当にボランティアでですね、テントサウナ出展している形になります。僕もね、九州とサウナさんはもうウェブのマガジンもいつも見させていただいてて、本当はあの九州のサウナシーンをね、すごい盛り上げてくださってる皆さんなんですけども、それがテント出してるってことですね。あ、今出てきた人いますね。ちょっと聞いてみましょう。あ、こちら、今サウナ入られたんですか？はい。すみません、どうでした？中は。いや、なんかもうこの EX プロも広々として、それなのに熱がしっかり回るんですよね。今日はどちらから？今日はあの福岡の田川から来ました。わー、そうですか。田川といったらあの有名なサウナありますよね。源氏の森温泉ですね。もうあそこやっともうチラーも復活してキンキンの水風呂、これからの時期最高です。そうですか。今日もでもこの九州のサウナイベントね、晴れましたけども、よかったですね。あ、もう最高です。もうこんな天気にも恵まれて、よかった。もう今の気持ちを一言で言うのはどうでしょう？あー、たまらん。ありがとうございます。楽しんでてください。はい、楽しんでまいります。すいません、水風呂行っていらっしゃい。はい、どうもありがとうございます。お行儀がいいですね、あのサウナーさんは。すごい。
いいです、気持ちがこもってましたね。今の気持ちを一言で言うのはどうでしょう。あーたむろなんか今までテントサウナ並んでましたけど、一個だけ木のサウナありますね。これサウナですよね。煙突2個ついてますからね。なんか書いてますね。サウナボックスキャラバンって書いてますね。これちょっとこんにちは、すいません、これ持ち主の、はい、いや持ち主は、ね、今中で巻きくべてます。持ち主は今中でセッティング。ちょっとこっち裏回ってちょっと見てみましょう。あ、ガラスある。あ、オーナーさんも普通にサウナ入ってますね。開いた、開いていいの。オーナーさん、あーこんにちは。ちょっとこのままお話聞いても大丈夫ですか。これどんなサウナになってるんですか。これは、サウナボックスキャラバンはどこでもサウナ、いつでもサウナ、誰でもサウナというコンセプトで、どこでも持っていけるサウナという。これ、なんか普通にじゃあ組み立てたってことですか。ここで組み立てました。すごい。オーナーさんご自身で作られた。そうです。すごいですね。ちゃんとね、天井も R になってんですよ。ロウリュすると多分上からこう蒸気がね、ガッとこうちゃんと当たるようになってまして。すいません、お客さん温まってるところにオーナーさんが窓がっつり開けたんで、ちょっと蒸気がすごい逃げちゃってるんですけど。すいません、すいません温まってるところありがとうございました。まさかあの窓開けて挨拶されるとは思わなかったですね、このパターンあるんですね。こうじゃなかったですね、こうでしたね。さあ、そしてあら、これはウィスキンググループセッションね。えもうこれはもうあれですよ、見てください、ウェルビー福岡さん、いつもお世話になっております。ウェルビーさんのウィスキングが体験できるテントサウナ、そして僕の後ろにいるのはウィスキング、ウェルビーのウィスキングの施術のウィスキングマイスターの沙織さんです。沙織さん今大丈夫ですか、インタビュー。今ちょっと待ててますけどいいですか。今日は午前中からずっとやってましたよ ね、 ですね、はい。もう何セットぐらい、3セット目が終了いたしまして。どうですか体力的には。あと1セットです。今日はどうですよ、あのお客さん受けたこのリアクションとか感じを見てて。あ、でも結構ね、この気温がすごいいいからみんな気持ちよさそうな顔していただいてて、はい、そこで満足しております。あのウィスキング結構ね、やる側の体力も結構ね大変で、3セット僕もやったりはするんですけど、3セットかなりしんどいです。今多分ね相当頑張って多分あの笑顔を作っておしゃべりしてくださってますね、はい、頑張ります。あと1セット、あのさ、あの後ろのあれ何ですか。あれ今整いの時間で、ウィスキングを受けられたお客さんが今あそこで整ってる、はい、ちょっとだけ見てきてもいいですか。いいですか、ちょっと行ってみましょう。なんか見えますよね。包まれてる。ちょっとね、ちょっとインタビューしますか。こんにちは。万平さん。整ってますか。整ってます。今これ、今ウィスキングを受けられた後ですよね。はい。もうなんか異次元っていうか、普通のいつもの整いと違います。普通のサウナとは全然違う。どんな感じですか、このウィスキングの整いって。
私今なんか地球に一人みたいな気持ちでした私今地球に一人だけと思っちゃった一人だけここに寝てる気持ちでしたお姉さん整いすぎもうこれとかだってねガチの100メートル走で使うとこですもんねこれねこちらですよ、姫路ナンバーですから、わざわざ姫路から、兵庫からやってきてくださいました。いいサウナ。これね、周りから見たらもう本当普通のバスですからね。まさか裸でね、サウナ入ってるとは思わないんですよ。あ、いますね。いいです、いい顔してるな。いい顔してる。気持ちよさそうっすね。松原さん、お久しぶりです。ご無沙汰してます。後ほどサウナでも出ていただきました、サウナバスの生みの親松原さんです。今日わざわざ兵庫からここ佐賀までやってきました。松原さんが運転してきたんですか？違いますスタッフでいらっしゃったんですね、はい、そうなんです。すごい。いやいやいや、呼んでいただいてありがとうございます。九州のサウナの人たちのサウナ熱ってどうですか、松原さんのこの受ける感じをして。まあ、サバスで全国いろんなところ置かせていただいてるんですけど、かなり熱い方なんじゃないのかなって、はい、私は思います。どういったところでこう感じる部分ってありますか？そうですね、やっぱり年齢層がすごい幅広くて、まあ、男女、まあ、なんか若い方から、まあ、あのおじさんおばさん世代というかは、なんかこう、そうですね、いろんな世代の方とか、まあ、いろんな性別の方だったりとか、あと皆さん結構やっぱサウナグッズ身につけてる方が多いので、確かにかなり熱量高いというか、あ、九州のサウナやっぱすごい熱いんだね。さあ、こちらがですね、先ほどのテントサウナエリアからちょっと外に出たところの、エリアに、なんか結構物販とか、あと物産品とかちょっとね置いてるんで、ちょっと見てみましょうかね。あ、すごい、サウナグッズ。はい、こんにちは。こんにちは。こちらはサウナグッズですか？はい、サウナグッズです。どういうグッズが売ってるんですか？はい、福岡から来ましたサウナラブと、はい、ハタレーセンさんですね。え、これハタレーセン？ハタレーセンです。すごい、ハタレーセンの T シャツ、はい、どんな感じのデザインになってるんだろう。うわー、どう見てもハタレーセンさあ、そしてこちらもサウナグッズ。こんにちは。こちらは何を売ってるとこなんでしょうか？あ、関西から来た、はい、アパレルをやっております、サウナガールと申します。サウナガール、あー、はい、サウナガールさん、こちらですね。はい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 、わー、かわいい。これね、はい、イヤリングとかほらこんな感じ で、ね、ちょっと茶道のやつ作らせていただいて、こうオフィシャルで。はい、そうなんです、こんな感じでつけております。はい、すごい、はい、サウナガール。はい、そしてこちらは？あ、こっちはサウナラインって言って、うん、女性向けのアパレルを作ってます。女性向けのアパレル。そうなんです、うん、なんか結構 T シャツとかって男性向けのちょっとがっつりしたロゴのやつ多いじゃないですか、はいはいはい、なんか普段も着たいなと思ってて、うん、ちょっとこういうシンプルめなサウナっていうロゴのやつ。本当だ、シンプル、かわいい。はいはいはい、サウナアートって結構1枚でザクッと着たいんで、うん、こういうワンピースを、あ、なるほど、もうサウナ上がりにそれだけサッと着て、
お家に帰れるとか、はい、ポケットもついてるから下駄箱の札とかすぐ入れられる。ああ、そういうことね。ちゃんと考えてんなーすげーなー。他にも、あ、ここもパーカーもサウナライン。そうなんです。あ、ちょうどね、あそこに今来てくれてる子がいて、あ、これお姉さんの、はい、ちょっとこれサウナラインですか。サウナラインです。どうですか、着心地とデザインは。最高です。最高。あとこう色白に見える。え、どういうこと。このなんですか、このカラーが、このカラーが色白に見えてちょうどいい感じ。そこまで考えてんだ、すごいな。そう、こちらはフードコーナーみたいですよ。こんにちは。こんにちは。あら、なんか僕見たことありますよ。もしかして。久しぶりです。あ、サウナさんのかなこです。お世話になっております。お世話になってます。え、かなこさん、これは何やってるんですか。今日はサウナ、九州サウナ協会の、うん、5店舗の唐揚げを1箱にまとめて売ってます。全部の味が食べれるサウナ屋さんの唐揚げ。あ、全部のサウナ施設の唐揚げが5個入ってんすか。夢の唐揚げセットじゃないですか。すごい。え、食べたいです。食べますか。いいですか。いいですか。嬉しい。スパテンクさん、ウェルビーさん、ユラックスさん、サウナさん、あとニューニシノさん。いきますよ。うん、うん、あ、おいしい。あ、おいしい。うまっ。めっちゃジューシー。この唐揚げはニューニシノの唐揚げです。分かってないじゃないですか、答え。いや、違います。え、違う。どこですか。ユラックスさんです。ユラックスか。ユラックスか。もう一個いいですか。なんかこう唐揚げにしてはちょっと個人ね、ちょっと小ぶりな、ね、ちっちゃめの感じですけど、うんうん、じゃあいただきます。うん、あ、ニンニクがしっかり効いてて、お肉も柔らかいですよ。うん、すごい。衣もね、軽くて。はい、わかりました。こちらの唐揚げはウェルビーさんの唐揚げです。買います。どこですか。これがニューニシノさんの。美味しかった。でも全部美味しいです。全部美味しい。サウナオールスター感謝祭ということで、鹿児島はニューニシノから西野さん来ていただきました。西野さん、はい、どうですかこのイベント、すごいいいですね。なんか緩い感じがいいですね。今日はサウナは入られたんですか。いや、ちょこっと覗いたぐらいで、本当は入りたかったんですけどね。なんか最初ね、桜島っていうか鹿児島の方でもっていう話もあったんですけど、今回場所が行きたくなって、で今回こちらの方で、でまたね、なんか来年とかなんかやっていけたらいいなっていうの。そうですよね。けどね、こんだけのねイベント作るってやっぱりね、いろんな人たちの協力があってじゃないとできないので、まあ、そういった中ではすごく皆さんまとまりがあって今回もいいものができてるかなって思ってます。そっかそっか。ちなみに西野さん、今何食べてたんですか。これはなんか何、整いアイス。整いアイス、なんか竹雄のなんか大豆で作った、なんかすごい、こんなめちゃくちゃ食べかけだったけど美味しいですよ。体に優しい感じで、すごい。やっぱその食材とか食べ物もこの九州の産地のものを使って、皆さん出されてるんですね。ですね。すごい素敵なイベントだな。癒されます。ヘッドスパもさっきしたけど、すごく良かった。あのヘッドスパ、そうそうそう、気持ちよかったですか。アロマですごく。今日はニューニシノのスポーツマッサージは来てないんですか。私ね、ちょっと主張すればよかったなと思って、絶対ね、それもありでしたね。ね、ぜひ次回は、次回はね、はい、スポーツマッサージで賛成させて、マヤさん、はい、
常駐でお願いします。連れてきて。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回吉田さん、九州サウナオールスター感謝祭、はい、これ九州のサウナ施設が、まあとりあえず手を取り合ってこれからこうサウナシーン盛り上げていこう、九州のサウナシーン盛り上げていこうっていうイベントですけど、なんでまたこれ金賞吉田さんが今回携わってるんですか。ね、この話のなんか 初期の頃に足立さんに今度こういうのやるんでとりあえず来てくださいって言われました。だから来た。そうです。とりあえずっていう感じ、とりあえず来てください。とりあえず来たんですね。あ、そうです、とりあえず来てくださいって何をするかは分かんないんですけど、とりあえず来てください。でもですね、実はまあ吉田支配人、出身が長崎市でございまして、もう長崎の人たちはね、サウナ好きの方々は多分知ってる方多いと思いますけども、なんでもう今は東京の錦糸町に住んでますけども、まあ、東京錦糸町から遠い復興の九州をずっと陰ながら応援してくださってる方の一人でもありますね。実際今日どうでしたか、こうなんか九州の頃サウナイベント多分初じゃないですか、この、ね、九州施設が集まってねやるというのはね、うん、あとお客さんがもう本当に若い、うん、若い人たちが九州にも若いサウナ好きがいるというのも、うん、まあ、確認できたので、うん、これからどんどん盛り上がっていくんだろうなとかいうふうに思いましたね、はあ、うん、これからのじゃあ九州のサウナシーンは熱い、はい、熱いですね、期待できる、はい、あとここの陸上競技場でこれをやったっていうのは次につながりますよね。そうですね、うん、何よりも武雄氏がね、そうです、応援してくださってるっていうのはね、なかなかこう簡単なことじゃないですか。簡単なことじゃない、すごいことですよ、うん、ここ使っていいよっていう風に、ね、うん、サウナをバックアップしてくれたのはすごく本当にすごいことですよね。すごいことですよ。やっぱね、こういった市とか行政のね方々が応援してくださるっていうのは、もうこのサウナ好きからしたら、このイベントやる側からしたらどれだけありがたいことかっていうね、うん、いいなと思いました。そうですね。なんか武雄市長はなんか話によると、サウナ大好きらしくて、なんかニューイングにもなんかちょいちょい行ってるって話を聞きました。名刺ありました。どうした、名刺があって、名刺に最高でしたって書いてました。来たんだと思って。武雄市長、ぜひ第2回目は武雄市長もこちら来てください。ね、なんかインタビューしたいですね。そうね、ね、ぜひぜひ。さあ、ということで、佐賀県は武雄市に行われております九州サウナオールスター感謝祭にね、お邪魔してましたけども、だから楽しかったですね。なんかね、もうまあ、もちろんテントサウナのいろんな種類だったりとかも、サバスとかね、いろいろありましたけども、とにかくお客さんがめちゃくちゃ楽しそうに入ってました。うん、あとやっぱりこう、こういうイベント行って特にやっぱ強く思うのが、この地域の特性というかね、このその土地でしか体験できないコンテンツをやっぱりちゃんとこう前に出してるイベントってすごい楽しいなと思ってまして、今回に関してもやっぱりこの武雄市のね、ああいったアロマだったりとか、ハーバルウォーター、植物を使った体験だったりとか、あとはまあ嬉野のね、佐賀だったらお茶だったりとかね、やっぱりこう佐賀県だったり九州というこの産物をサウナに落とし込んで楽しんでるっていうのがもうめちゃくちゃいいなと思いましたね。九州サウナオールスター感謝祭の皆様もありがとうございました。マグマンペイの後ほどサウナで。